チアドラデーのね、まあ、まだ終わってないけど感想だったり、あとはファンの皆様に伝えたいことだったりを聞いていきたいと思います。ではまずゆいかからお願いします。はい、私は怪我でお休みをさせていただいていたんですけども、その間にたくさんの励ましのお言葉をいただいて、メンバーの方たちにもたくさん支えられてとても嬉しかったです。ありがとうございます。チアドラデーでも2回もステージに立つことができて、とても最高な一日になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、では続いてマイお願いします。はい、今日はありがとうございました。いつもこうして見に来てくださるファンの皆様の声援がとてもパワーをいただいていて、とても嬉しいです。いつもありがとうございます。チアドラデーも残りわずかとなってしまったんですけれども、最後まで皆さんに感謝の気持ちを込めて踊りたいと思いますので、よろしくお願いします。頑張ります。はい、ありがとうございます。ではメイお願いします。はい、今シーズンからチアドラゴンズとして活動させていただけてとっても嬉しいです。緊張しちゃった？活動できて嬉しかったね。残り少なくなってしまいましたが、これからも全力でパフォーマンス頑張るので、一緒にドラゴンズの応援お願いします。はい、メイありがとうございます。では続いて春お願いします。はい、本日は朝からこの夕方まで たくさんの方に見に来ていただけて本当に嬉しいです。チアドラデーを17人誰一人かけることなく迎えられたのもとってもとっても嬉しいです。残り試合数も少なくなってきましたが、最後まで全員で駆け抜けていきたいと思います。一緒にドラゴンズを応援しましょう。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ではみはるお願いします。はい、ありがとうございます。はい、嬉しいね。嬉しいね、はい、嬉しいです。幼い頃からずっと夢だったチアドラゴンズになって、皆様の前でパフォーマンスをすることができてとても幸せで感謝の気持ちでいっぱいです。そしてチアドラゴンズとして皆様と一緒にドラゴンズを応援することもできてとても幸せです。今シーズン残り試合がわずかとなりましたが、大丈夫？頑張れ。温かい、ありがとうございます。私たちも全力で応援していくので、一緒に応援していきましょう。ありがとうございました。
ハル、ありがとうございます。では未来お願いします。はい、今シーズンは、1年目と一緒に過ごす機会がとっても多かったんですけど、みんな結構とっても大変な時期も乗り越えて、たくさんいろんな思いがあって大変なこともたくさんあったんですけど、こうして、乗り越えてこれたのは皆さんの応援のおかげでもありますし、それはもうメンバー全員そうなんですけど、皆さんの応援のおかげで私たちも頑張ってこれることができました、はい、この感謝の気持ちを私たちから皆さんにまたお届けできるように精一杯頑張りますので、今シーズン残りわずかとはなってますが、またこの気持ちを皆さんに届けられるように頑張っていきます。いつもありがとうございます。ありがとうございます。では前後列交代しましょうか。はい、では2年目はラムからお願いします。はい、今日は、こんなたくさんのお客さんに来ていただけるなんて思ってなくて、すごくびっくりしているし、チアドラゴンズはこんなにもやばい、なんかやばい、なんか愛されてるんだなって思って、そうだね、あと得意ね、頑張って、みんなで作り上げてみきたものをこうやってファンの皆さんに見せれて、なんかすごくなんか最終戦みたいになっちゃった。わかるよ、嬉しいね。すごく素敵な機会で、なんかこうやってファンの皆様がいるからこそ活動できてるんだなって思って、なんかすごい感動しちゃいました。そうするね、いつもありがとうございます、はい、ありがとうございます。まだステージ続くので、頑張るので見ていってください。はい、はい、見ていてください。ありがとうございます。では続いてゆいお願いします。はい、ありがとうございます。まず今日暑い中お越しいただき本当にありがとうございます。知れないので、最後の最後まで皆さん楽しんでいってください。ありがとうございました。はい、ゆいありがとうございます。ではなぎさお願いします。はい、自分は小さい頃からチアドラが好きで、チアドラデーは、1年の中で一番好きな日だったので、こうしてメンバーになってステージに上がって、懐かしい大好きなナンバーとかをできて、すごく幸せだなって思いながら、さっきのお昼のステージをやってました。で、去年ステージが復活して、その2020とか2021はできなかったっていう、その復活して嬉しいとかそういう気持ちの先輩方を見てたので、こうやってステージを2回もやれることが当たり前じゃないなと思いましたし、キッズの皆さんとやらせてもらったステージで、歴代の衣装を着てたと思うんですけど、ピンクの衣装で踊る先輩たちを見れたことがすごいなんかジーンってきました。まだまだこれからシーズンも続きますし、この後ステージもありますので、皆さんと一緒に楽しんでいきたいです。あと、いつも応援ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。では最後に愛お願いします。はい、皆さんチアドラで楽しんでいただけまして、あー間違えました、すいません、もう一回いきます。皆さん今のはね聞いてないですよね、はい、もう一回お願いします。皆さんチアドラでは楽しんでいただけてますか。ありがとうございます。今シーズンは昨年度よりもリーステージライブを多く開催させていただき、
今日もこうしてたくさんの皆さんにご来場いただいて本当に嬉しく思います。ありがとうございます。いつも皆さんのすごく楽しんでくださってる姿や笑顔を見て、私自身もすごくパワーをいただいています。今日も最後の最後まで皆さんに楽しんでいただけるように全力のパワーを皆さんに届けますので、よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございました。それでは一旦トークはここまでにいたしまして、まだまだパフォーマンスで盛り上がっていきますよ。皆さん盛り上がる準備できてますか？イエーイ。